今回は長めに描く時間を取ろうと思って、うん、あとオイルパステル触りたいなと思って、うん、オイルパステルで触りたいなと思って始めたんやけど、うん、いつもより長めに時間を取ってじっくりと、まあ、朝の祈りの時間を作ろうと思って、うん、始めたんやけど、うん、でもまあ始める前にいくらか、なんか参考にするようなものがあって、うん、であってっていうか、まあ、作ってわざと参考にするものを見てでから始めた、うんうん、でそれがこの ALかなカーカムっていう人、イギリスの人なのってあんまり知られてないけど、この人が好きで、すごいインスピレーションになるから、うん、すごく、うん、単純な形やけど、うん、こんな感じのR かかも、ケルカムかな、うん、ケルカム、なんて読むんだろうね、とか、ちょっとこう国名に、もう少し細かく長めに書くからな、うん、細かいとこまで書こうと思ってたから、うん、あこの人ね、この人フランシス・ギメーノかな、うん、この人なんか似てるって言われることがよくあるから、へえ、うん、人似てるって危ないから。この人も昔の人なの？そうやろう、まあ、昔って言ってもそんなに昔じゃないけど、うん、一世代ぐらい前かな、100年ぐらい経つのかな、うん、うん、その2つをまあ参考にインスピレーションに始めた感じかな、うん、まあ、けど変えていくと、まあ、すぐ終わっちゃったけどね今回も、うん、じっくり書くと思ってたけど、うん、なかなかそれは難しかったな、へー、オイルパステルっていうのもあるしな、オイルパステルが、うん、そこまでじっくり書くような感じになかなか最近ならんからね、うん、昔はなんか、うん、もう少ししつこく書いてたけど、うん、最近はそこまでねなかなかならない、でもそういうあの、うん、素材として紙に乗り切らんっていうのもあるの？うん、でも書けば書くほどそのまあ乗り切らんくっても気持ち気分よね、その感情とかの面でじっくり書くことはできるからな、うん、でそれをその感じで長く書いていきたかったんやけど、うんうん、絵はどうなってもいいから、うん、けどそれはできんかったね、ならんかった、うんうん、あもう終わっちゃったっていう感じになって、その最初なんかさっき最初始まっての頃はすごいあの彫刻みたいだなと思ったけど、うん、それはあれかな、さっきのさっき見た絵と、うん、ケルカムでしょ、ケルカムさん、うん、カーカム、うん、この人もなんかすごいやなんか柔らかい彫刻みたいなね、うんうん、この人もね描き始めてすぐになんかハッとなって終わってるのとかいっぱいある、あこれもう面白いから終わるっていう感じで終わってるのがねたくさんあって、うん、でも油絵になると割とやっぱり何回か描いてるみたいで、これもまあ油絵やけどこういう感じで、うん、しっかり形を描こうとしているのがある、うん、うーん、なんか粘土みたいなね、うん、指で押して形を
変えてったみたいな、うん、絵じゃない、うん、そうなこの人、うん、でももうちょっとじっくりこの人をまあ足台にしてじっくりと描きたかったけどな、うん、こういう感じにじゃなくて、うん、もうちょっと細かく細かい細部のところまで行って、もっとこう路頭に迷いたいというかね、うん、その長く描くにはやっぱり納得いかないことが大切だから、うん、納得いくともうすぐ終わっちゃうから、うん、納得せずに書くためにはわざとそういう下手なディティールを超えていくっていうかね、そういうことが自分で迷子になる、うん、でもその心持ちはリアルやけどね、うん、心持ちのリアルさを時間的に少し長く持っていたかった、うん、うん、結局形に、縛られて、そこで迷うわけやからな、自分の描いてる形に縛られてくるとなかなか納得できなくて、それでいつまでも描き始める、そしたら時間が長くなる、うん、そういうことをやりたかったんやけど、うん、それがなかったね、うん、形に縛られると長くなる。この人は形が自由でしょう、単純やし、うん、自分のこねた形がそのまま形になっていくやな、うん、そうじゃなくてもうちょっと現実的に現実寄りに、わざとちょっと形にこびていって、うん、現実の形にこびていって変えていって時間稼ぎをするっていう感じやね、計画としてはね、うんうん、けどなかなかやっぱり変えていくと、うん、その一瞬一瞬がやっぱりどんどんね内面に入っていってしまうから、うん、完成しちゃうよね、うん、内面の方が先に写実的に なるの？うん、リアリティがね、その絵が問題じゃなくなっちゃう、うん、なんかこう絵よりも、うん、中の方がやっぱり大切なのね、最近はね、やっぱりどうしても、うん、で、絵と一緒にそういう風に中身が伴うっていうこともあると思うけど、うん、絵とずれてね、うん、その中身だけが進んでいくっていうことはよくあると思うし、うん、でわざわざ絵の方に中身を引きずり戻すのも違うと思うしね、うん、だから、うん、なんかその最初は絵がきっかけになってこの人の、まあ、川上っていう人の絵を土台にして描くような感じで絵を土台にして心をこう持っていくわけやんか、うん、絵を道具にして内面に入っていく、うん、でそういう時にやっぱり内面に入れたらもうそれは絵は用なしっていうかね、なんかその、うん、つまり祈れたらもう絵はものだから、うんうん、道具に執着しなくても、うん、その祈ってるとこの、うん、心のとこの方が大事もんね、うん、その掴んで祈ってる道具よりね、うんうん、でもその
人を動員するって言い方もどうかせんけど、その見てる人の心もそうやって持っていくためにはやっぱりその道具とある程度ね、うん、シンクロしてないとダメだとは思うけど、うん、それにはやっぱり、うん、なんだろう、道具とともにこう苦しむ過程っていうのが必要になってくるんやろうね。だからそこに内面が乗ってくるっていうか、うん、でも絵っていうのはなんか空間のものやから、その植物的なところの苦しみっていうのはだんだんなくなってくるんだな。その空間それ自体がそのものを表すわけじゃないから、その線自体が何かの線を表すわけじゃないからさ、適当に描いた線が顔に見えたりするっていうだけの話やから、うん、だからそういう平面的な中に空間をね見るで見えてしまったらもう、うん、わざと苦しむっていうのも難しいからな、やっぱり、うん、なんで苦しむことがその素材と反映していくかって言ったら、やっぱり自分と対峙するからやろうな、その抵抗感の中で、自分と対峙してないわけではないんやけどな、そのすぐ終わってしまうっていうのは。なんか苦しんでないとダメなの？うん、でも苦しんでるっていうその質感ね、その自分の心の知ってる質感あるじゃない、うん、その苦しみに対して迷ってるわけではないんだけど、その時現れてる質感が要するにその自分との対峙っていうのに質感に変わっていくっていうか、うん、だからまあ苦しんでるっつっても、それを側面から見てる自分がいるわけで、うん、だからそれも本当かどうかは分かんないね、なんというか、うん、リアルに苦しんでるけれどもそれを回避しようとはしてないから、リアルに苦しんでる自分を普通やったらこう苦しまないように持っていくじゃない、うん、けれどもその苦しみを見ることが目的だから、うん、回避しないんだよねその苦しみを、うん、だけどその苦しみの時間を長く持てば、うん、長く祈れるわけだよ、うん、その取っ組み合ってるみたいなこと、うん、取っ組み合ってるけどそっから逃げないというか、うん、その苦しんでるっていうのは、なんかそのやり取りしてるみたいなこと？うん、うん、まあ見えなくなっ、やり取りできなくなったって言ってもいいかもしれない。なんかダイアローグみたいなものがなくなって相手が見えなくなるとか。そういう壁、目の前に壁があるような抵抗感みたいな感じの見えない重さ加減とかね、うん、なんか違う方向に自分が進んでいく時に感じる苦しさっていうかね、でそれをごまかしてなんか違う岩塩に向かうのが普通やろうけど、その気持ちの方を大事にするっていうかね、うん、そういう時間を割と物に即して細かくじっくり見ていけばそういうのが出てくるかなと思ったんだけど、うーん、暗い、その見えないとこ、うん、暗い真っ暗のとこでこう、うん、なんか動いてるみたいな感じなの、うんうんうん、バタバタしてる、そうそうそう、バタバタしてしてみ、バタバタしてる、してる
のを見ながらバタバタしてるみたいな。うん、でも本当にバタバタしてる。うん、あ、そのそりゃそうなんだけど、うん、あの苦しんでるっていうのがその、うん、取っ組み合ってるというよりかは、うん、もっと一人でバタバタしてるって感じなの。まあ、一番苦しい時はそうやな。うん、取っ組み合ってる時はまだ対象がね、なんか見えてるよね。うん、そのバタバタしながらその進んでいくじゃん、うん、その進めれるっていうのは、うん、そのどういうことなん、うん、それがまあ見るっていうことやろと思うよ。じゃあその単純にバタバタしてるだけだったら進まないけど、うん、バタバタ してるのをどっかでそのバタバタしてない自分があるってこと？うん、うん、それでそのしてないとこのとこで進もうかって言って進むってこと？まあ、みんなバタバタするでしょ、うん、誰でも、うん、うまくない人は、うん、でうまい人はバタバタしなくなるじゃん、うん、で上手になっちゃうから上手になるとね、うん、でもそのバタバタしてるところが絵になるわけで、うん、でそのバタバタしてるってさっき言ったようにその一人なのね、孤独なのね、うん、でどっちに進んでいくかも分からないし、うん、逃げ道を探してんだよね、うん、でそういうなんていうか人権の持たない孤独な何かこうしょうもないものがね、それが質感になるわけだよ、うん、そこまで内面性っていうのは下ってきてるわけ、その人にとっては自分の内面を下ってきていい場所にいる状態、うんうん、でそれを要するに助けてもらう、ね、うん、あのダイアログな形でね、他者に自分じゃない何かに、でそれが見るってことやけど、うん、そういう状態を作らないといけないし、作ることになる、みんな作る羽目になるっていうかね、そういう状態になる羽目になるっていうか、うん、それ自分の中で、そうそうそう、自分、あ、じゃあその他者っていうのは、うん、自分のこと、自分じゃないね、自分だったら、うん、そのやっぱり自分って一人しかいないし、その孤独になるっていうことは本当に一人やから、うん、もう一人の自分っていう風な言い方は正しくないんやけど、うんうんうん、誰の？それはわからないね、うん、そこが不思議なところやろうね。え、じゃあその誰かが進めてるってこと？そう、うん、うん、それはそのまあそのバタバタしながら時々自分で客観的になってバタバタしたけどちょっと進むかみたいなことじゃなくて、うん、あのまあそのバタバタしてる自分っていうのが分かるじゃない、うん、でそうしてそれでも進めるって知ってるから進むわけ、うんうんうん、でそれは信じながら進むわけよね、うん、知ってるから、うん、でみんなそこで信じれるものがないわけだ、うん、だから進まないわけよね、その体のままでは歩けないことがよく分かってるからね、うん、自分では。その絵描いての時にどうしたらいいんだろうみたいなこと、うんうんうん、でもその状態がいいってことが分かんないよね、うんうん、もちろんその状態では歩けないし何もできないわけだから、うん、いいわけがないんだよね、うん、けどもそれが質感になっていくっていうのを知ってれば、うんうん、あ
ある程度進めるよね。それでその状態のままで進んでも大丈夫だっていう気持ちがあるってこと？うん、その状態が、その自分の内面にいる状態だっていうことが分かっていればね、うん、進むというか、進ませるのは自分じゃないからね、やっぱり、うん、助けが必要になっていく、うん、助けは自分でやんないでしょう。他の人に助けてもらうわけだ、うんうん、その他の人って、その例えば、うん、昔の作品とか、うん、そうやね、うん、簡単に言ったら、その自分が倒れてるところに横に通りかかった人だよ、うん、その人が助けてくれるのを待ってるわけだ。待ってるっていうか、助けてもらう、その人に、うん、それその過去の作家とか、うん、そのなんだろう、外的な自分の外の出来事とか、うん、そうだね、あのなんか実際その時間がなんかが起こってな、時間が区切られたりとか、うんうんうん、うん、そういうことで、で、うん、なおかつさらにもっといくと、その、うん、誰も通らなかったりとか、うん、そこで本当に誰も外的な要因がなかったりとかする、うん、こともあるわけだ、うん、そうした時にもっともっと、あの本当の助け主が来るということになる、うん、その今までの歴代の知ってるその巨匠たちとかよりもはるかにもっと大きなものが来るチャンスがあるわけ、うん、別にあの知ってる外的なものが来てもいいんだけど、うん、それはそれでそういう報いがあるからね、うん、けれどもそれがなくても大丈夫っていう心構えも知ってないとなかなかできない、うんうんうん、それが その昔の絵とかの人たちじゃなくて、その全員、今までの人も全員その助けられてきたと同じみたいなことのこと？そうそうそう、うん、みんなそれに、うん、みんな昔の人たちも助かったと思ったのと同じものが、うん、そのずっと本当に一人の時が長く続くのは大変だけど、うん、でもその昔の人たちも助かったものが来るっていうのがずっとあるんで、うん、それが一番大丈夫だっていうこと、うん、そうそう、うん、大元があるからね、うんうんうん、そう、うん、でみんなそうやって今までの人たちは描いて絵を描いて楽しんでるわけだ、うん、その助けを求めて描いて、うん、でそれが形になる、うん、助けられた時に形になる、うんうん、それがまあヨーロッパの絵画のベースになってるから、うん、日本ではそれが隣人愛っていう形で言われるけれども、良きサマリア人ですね。怪我して動けなくなってるところを全然知らん人が通りがかってその人が助けるってやつね。で、この近くの人、その自分の隣人はその中で誰ですかとかっていう問いの文章ね、うんうん、だからその近、その近いものに助けられるわけで、隣人に助けられる、うん、その物理的に
近い人のこともあるし、うん、そのなんていうのこうそなんか思わなかったところの近い人も同じく隣人なっていうことなのかな、うん、のそのなんかその書いその紙うんその紙にこうやって書いてるだけじゃんこれ、うん、でもなんかその紙に書いてるだけではさ、うん、そのなんかならんじゃんこういう風に、うん、そのなんていうんそのやっぱりそれその待ったりさ、うん、その助けてもらったり しないとさ、うん、かこうかこう絵がこう出来上がらできないっていうことはさ、うん、紙に書いてるだけじゃならんじゃん、うん、っていうことはやっぱりそのなんか心のところの隣人みたいなのが来ないとさ、うん、その実際にこの物質で、うん、物質だけでこうこの物質ができてないわけじゃん、うん、だから実際にその物質的にこのこのアトリエの隣にいる人とかだけではこの物質が成り立たないじゃん、うん、だから隣人っていうのもその隣にいる人のことじゃないそうだねよねそういうことやね、うん、遠くからすごい遠くだと思ったりしたところの人がもう本当に隣に来るっていうことでこの物質じゃないところのものが来るっていうことでこの物質が物質足りえることになるんだよね、うん、その通り、うん、そう思ったら本当に逆に絵はすごいその物質としての存在感が出ると思うし、うん、そう物質じゃないものを通ってきたっていうことがなんかわかるよね、うん、そうその物質がこれだけ重なることによって、うん、やっぱり絵の具が絵の具じゃなくなるし、うん、でもそれと同時にその絵の具がもう本当にただの物質にしか見えんみたいなところも出てくるし、うん、なんか変なそのなんか濁った感じじゃなくて、うん、そのどっちにしても純度が高くなるっていうか、その絵の具としてもだし、うん、絵の具じゃないものを感じるにしても、うん、どっちにしても透き通ってくるっていうのが、うん、その答えの絵が鮮やかな理由だっていうことだよね。そうだよね。そういうコントラストだよね。その巨匠たちの絵にしても、うん、そうそういうこと、うん、そういう内面のコントラストっていうのがその即物的なコントラストでいくとね、その明度差とか、うん、サイドのことになっちゃうけど、うんうんうん、それは結果論だよね。現れた形の話なの、うんうん、本当はそういうコントラスト、心の内面のコントラストっていうものが全てクリアに即物的に見えてこないと、そのやっぱり鮮やかになんないんだよね、うん、で自分の中でその鮮やかさがやっぱり最高潮に達すると、そういう感性っていうかね、うん、祈りになるんだよね、うんうん、でも本当にその自分の内面魂とかにとって
隣人っていうのはそのすごい遠くに離れた人の方が近かったりするんだよね。うん、あれ不思議なことでやっぱり時間とか空間を超えてるんやろうな。うん、やっぱり透き通ってるからじゃないの。うん、透き通った食べ物っていうじゃん。うん、そうそうそう。その食べ物を持ってきてくれるんじゃない。うん、本当に透き通ってるその何やろ。でもその透き通った加減は、何だろうな、ただその透明っていうんじゃなくて本当に、うん、本当に何もないような感じっていうかね、うん、透明であるんじゃなくて透明で何もない感じだけど、それがあの時間空間を超えた食べ物になるっていうかね、うん、そういう感じ。何にも起こってないみたいな感じかな。うんうんうん、何も別に誰も来てないし、うん、本当になんか現れたとかでもないけど、そうそうそう、そのそれが何だろう、単純にその自分の体を通って勝手にっていうか なされて、うん、その目の前のものに変わるっていうか、うん、そうだね。で、そういうものを、まあ、絵画を描くっていうことで感じることが、まあ、有意義な時間なんだよな。うん、そういう時間を毎日持つというなんだけどね。でもまあこれでやりたかったらもうちょっと本当にじっくりとそういう、内面にずっと座ってたかったっていうこともあるね。けどこれはまあできなかったけど。じゃあもう本当に。なんかうまいとかは関係ないじゃん。そうやな。その辺でも難しいの、うまくなってしまうからな。うん、で下手な人は下手な人で自分の手がいっぱいになってるから。うん、そうだ ね、 そうだね。別にその単純にその単純な話じゃないよね。うん、下手な方がいいですとか、うまい方がどうですとかっていうことじゃないよね。うん、なんかうまければうまいほどいいみたいなのがあるじゃん。うん、でもそうでもないし、そうでもあるみたいな。なんかそうだな。うん、でも一人の人間が何もできなくてそこで何かこう、助けを求めるっていう構図が一番いいんだよ。うん、そうすることを願いながら、まあ、描き始めるんだけど、それは描く前の心持ちであって、描いていくとそれが織り込まれていく一つのタッチの中にね、その今のその工程が一個一個織り込まれていっちゃうから、うんうん、そうなるともう、ね、その0から10までの祈りが一個一個のタッチとかコントラストの中に始まって終わっていく、幾度も終わっていくような感じ、始まって終わっていくような感じで、うん、その技術になっちゃうよね。うん、描く技術になっちゃう。うん、だからその姿勢と描いていく過程とはまたなんか今までとは違くなってきてるのかなとは思う。うん。